最悪、板が落ちてる。頼んでもいい？分かったよ。こっちよ、渡して。ちょっと重たいぞ。大丈夫だと思う。わかった。こっちに来て。行くわよ。今日は偉そうだ。近くに兵士がいないか調べてくれ。ねえ坊や、外の様子を見てきて。兵士やロバートの部下がいないかね。やつは待ち構えてるぞ。その方が面白いじゃない。行くわよ。ほら、おいです、おいです。元気にしてるかい？今はやめてくれ。いやいやいや、構わない。ダメよ、後で。いい、わかった。そうするよ。だから怒らないで。さあ、誰かへ。テス、久しぶりだな。最近来てるんじゃないか。どこに行くつもりだ。マリキ、ああ、すまない、テス。君の連れだったんだ。どうぞ。やれ、このボビ。おいおい、顔に食わせろよ。やれ、倒せ。誰だ。頭痛のため引かないで。そこへ。ロバート探してる。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。やれやれ。通して。命が惜しいなら回れ右して、とっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して。面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえと、お前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。隠れろ。準備いい？ああ。援護する。脇から攻めて。向こうからね。クソ野郎。これ見つけた。いいぞ。さすがね、ジョエル。お前もな。どうやってこいつらを集めたんだ？そういうことだけはロバート得意だからね。さっさと終わらせましょう。
ここは通れない。そうか、では。手を貸して。ジョエル、こっちよ。ロバートの部下よ。あいつらがクヤだろ。テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない、警戒して誰も忍び込めないようにしよう。さっき話そうとしたのは冗談通りでのことだ。市民を5人ほど連れて兵士たちが現れたんだ。全員手錠をかけてな。それはバイアフライだろ。そう、彼らを壁の前に並べてバンバンバン、全員処刑された。ひどい。本当か。ああ、世界を救うつもりらしい。じゃあ探しましょう。ああ、それが終わったら出発しよう。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした？今夜の警備は誰だ？奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。さあな、他の奴らと会って考えよう。ああ。なんだ？ああ、なんだったんだ。
帰るわ。悪いな。もっと人手がいるわ。帰って邪魔になる。ええ、そうね。来て、鳩場はこっちよ。やりましょう。いるわ。気取ったクズ野郎が。さっさと終わらせよ。しばらくもう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも公営なんてやってるんだしな。ロバートやろうね。約束は守るだろ。それでどうなる。下手に動かないで、数が多いロバートはあのオフィスにいるはず。行くわよ。アクソ！やろうぜ。あるのよ、ロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。気を失せろ。逃げた。ロバート、ジョエル、こっちよ。
あと少しよ。テス、ジョエル、悪気はなかった。もちろんよ。よし。会いたかったわ。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺はただ銃はどこにあるのか言って。ああ、わかった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。ケンプ。あ、くそ。あ、分かった。やめろ、やめろ、やめろ。あ、くそ。わめかないで。続けて。撃っちまった。なんですって？仕方なかった。借りがあったんだ。こっちにもよ。判断を誤ったわね。少し時間をくれ。一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう。誰に言ったの？言えねえ。二三日くれれば。あ、くそ。誰に撃ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。は？なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ？おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまおう。ほんとバカなやつね。で、どうする？銃を取り返す。どうやって？さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。早速女王様のお出ましだ。なんでここに？ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは？なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。カード何枚欲しいの？配給カードなんていらない。運んで欲しいものがあるの。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう？銃はどこにある？軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。どうする？まず銃を見ましょう。じゃあ来て。ドアの後ろ。脱出するわよ。さあ。